本日の動画はコラボ動画。ゲストはこのお二人、クワカブの部屋みもりさんと昆虫ハウス101号室80さんです。え、なになに、何の動画撮る？今日はお二人にある生物をお見せします。え、怖い怖い。いきます。はい。今回の企画はででーん、マイクロの愛するペットを勝手に自慢させてくださーということで、最近飼い始めたツノガエルちゃんを勝手に自慢しちゃいます。じゃあちょっと、あの、あ、とりあえず、あ、ちょっと先にそうやっても触れないの。まずは最初にお二人さん、はい、あのうちの子に、はい、ミントちゃーんって声かけてもらっていいですか？ミントちゃんって、そう、ミントちゃんって言うんですよ。可愛いさをアピール、なんかここにハートがいっぱい出るような感じで、うん、どうぞ。のミントちゃーん、すごい喜んでる。え、いる今の。あの、ちなみにカエルは乾燥することで、うん、あれするらしいです、冬眠。なんか温度は常に一定に保っといた方がいいんですけど、はい、乾燥させると冬眠するっぽいです。みんなに餌もあげてほしくて。おー、すごー。え、金魚です。金魚餌なの？金魚食べます。すごっ。一匹食べます。丸々。こんな大きいのいけるんすか？いけます、いけます。まあでも結構でかくなりますね。なります、なります。結構でかくなります。迎えた時がね、どれぐらいだったかも分からないからね。かなりちっちゃかった。もう、これのどれぐらいなんすか、買って。1ヶ月半。あ、1ヶ月半か。もう少し2ヶ月ぐらい経ちると思います。確かに成長してる感じ。でかいですよね。イボガエルも見たいです。イボガエルが見たい。何でしたっけ、何ガエルでしたっけ。コケガエル。あ、びっくりした。俺のことそう言われる。いや、いじめじゃん。ね、まずはね。いや、すごいわ。かわいい。金魚。食べる瞬間、超かわいいの。で、カエルってご飯食べる瞬間、かわいい。かわいい、かわいい。めっちゃかわいいですよね。加えて、ごくっつのがね。そうそうそう。あの時の顔が本当にかわいい。でね、この子はね、食べて飲み込む時が一番もうかわいそうな気がする。これで、どう、見守る？これでちょっと金魚をここに入れてもらって、お水も一緒にちょっと入れてもらうと、この子よく食べるんです。あー、なるほど。はい。はい、入りました。はい。いいですか？ほら、八丸さんから餌をもらう瞬間がやってくるよ。ミントちゃん。ミントちゃん。ミントちゃん。行くよ。ミントちゃん。ベローンってなりましたよね。ベローンってなりましたよ。へそくりみたいにしてる。で、ちょっとね、お水。あ、ミントちゃん。ミントちゃん、ミントちゃん。ミントちゃん。ミントちゃん。ちょっと、落ち着きがないのは親譲りね。入れると、金魚が泳ぐんですよ。そっか、その動いてるので。その動いてるので、食いつくんで。そうです、そうです、そうです。あー、さすが。すがー、みもりさん上手。みもりちゃん上手。みもり、ミントちゃんみたいに言うな。あ、泳いでるね。泳いでるよ、泳いでるよ。ミントちゃん、さっきめっちゃ食いたそうだったからな。ミントちゃん。めちゃくちゃ食いたそうだったな。ミントちゃん、餌がいるって。動かした方がいいかな。そうですね。ちょっと指も口の前にやってみてください。いやいや、食べられちゃって、行かれちゃう。あ、来た来た来た。ミント来るぞ。ミントちゃん、ミントちゃん頑張れ。ミント下手だな。ミント、行け行け。行け行け。取れ高気にしてますね。ミントちゃん。ミントちゃん。嫌なの？来るぞ。ミント。八丸さんが嫌なの？いや、つけたって言うの。いいんじゃない？もうちょい動け。来た来た。おお。さすが。おお、すごい。すごい。結構一気に。迫力あるな。もう食べました？取れなかったかもしれない。そんな大丈夫、いけてると思います。いやもういい感じに。いやあー、これね、これちょっと飲み込むやつ、ね、ここ可愛いんだよ。そうたまらん。出て、橋丸さんもちょっといい温度差楽しむなんて。やってもらっていいですか？いや、いや、はい、これでね、みんな八丸ちゃん、みんな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 ちゃん食べた後地獄じゃん。あ、これ1日1匹なんですか、それとも何日かに1匹？1日に1匹今はあの上げていいってペットショップの人に言われて、で
こう大きさが最初に結構決まるらしくって、はい、大きくしたいければちょっと食べさせてあげた方がいい、はい、あんまりそこまで大きくしたくないんだったら 2,3 日に1回ぐらいが適量なんですけど、まあ、その量を見ながらあげてます。時々ちょっとお休みさせて、うん、体調管理しつつ、そうそうそうです。でこの子リッチになっちゃって、はい、あんま人工用飼料食べないんですよ。食べますか？え、僕は食べないですよ。いや僕のあるわ。何でイボガエルじゃないですから、わかんないじゃん。カバンの中に入ってない。入ってないよ。入ってないよ。冷凍マウスあれ違う。ジョーさんの。こんな感じで。虫とかでもいいんじゃないですか。それこそ。あ、でもなんかね、食べないんですよね。食べなくて。虫もでも食べるんですよね。ね、コオロギとかも食べますもんね。うんうんうん、食べます？うん、食べますよ。あの虫が、うちのね、飼ってるカエルが。いやめっちゃ焦ってるじゃないですか。俺が自分の食べてそうじゃないですか。今すごい自分が食べますみたいな。そう、マリコロさんに聞かれたらどっちもあるから。ありえるからな。でも1日2匹とかあげなくなっちゃうぐらい、うん、そうね。いやそう、でもあげすぎちゃうとダメなんですって。気をつけないとなんですね。そう、体調を崩しちゃうから、あ、はい、げすぎないぐらいでちょっとスパルタにしてあげてます。どれぐらいのペースであげてますか？でも僕は本当2日に1回とかですよ。あ、やっぱそれぐらいですか？はい、僕3日に1回ぐらい。あげてないでしょ、持ってないんだから。絶望的になってんじゃない、モモンガだけ。やめろ、めちゃくちゃ仲いいわ。モモンガ、めちゃくちゃ仲いいです。めちゃくちゃ仲いい、可愛いですよね。めっちゃ可愛いですよ。ここにダニがたまるんで綺麗にした方がいいですよ。あ、そうなんですか、はい、どっちが？いや俺なわけないです。いや俺なんかい。俺だったんかい。ダニが溜まるんで。なんで知ってんすか。俺の脇にダニが溜まる。ありがとうございます。いいすね、はい、私のペットを見ていただきました。いやありがとうございます。いや本当に良かった。可愛くてくれて本当に。はい。終わらないんですか。こうやって終わるの。今回は昆虫ハウス101号室の80さんとクワカブの部屋三森さんの2人に来ていただきまして、はい、私の可愛いミントちゃんを見てもらいました、うん、お二人のチャンネルは概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてください。ということでチャンネル登録、はい、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。こんなんでいいですか。